東北高校生の皆さん、こんにちは。株式会社佐川の西川と申します。まずはですね、佐川の歴史を2014年までの歴史になるんですけど、そこまでの歴史を簡単にまとめた動画がありますので、そちらをご覧ください。今回は株式会社佐川96年の歴史を紹介したいと思います。始まりは1919年、佐川富忠が黒板を製造販売する佐川式黒板製作所を愛媛県松山市に創業しました。その38年後、通産大臣より日本工業規格表示許可を受けました。1986年、愛媛県東温市に事業所ができました。その2年後に、合資会社佐川黒板製作所から株式会社佐川へと社名変更しました。2002年には木虎の開発や愛媛県武道館の木工場を手掛けました。2003年には第一工場、第二工場を新築し、本社を愛媛県東温市としました。2005年には岡本太郎巨大壁画明日の神話を第二工場にて修復を開始しました。2008年にはカンボジア学校支援事業として校舎を建設し、黒板も設置しました。2009年にはスマートテクノロジーズ社の製品スマートボードを採用した電子黒板シャベルくんを発表しました。そして東京ビッグサイトで開催されている教育 IT ソリューションにも出展し、その教育 IT ソリューションは今でも毎年出展しています。2014年には教育 IT ソリューションで未来の黒板プロジェクトを発足しました。ということで、弊社佐川の歴史は動画にはなかった2015年から今までの歴史というのもかなり詰まったものになっておりまして、プロジェクターのメーカーにもなったり、不燃木材を作り始めたり、その中でもですね、まずは佐川ができたきっかけでもある黒板の作り方、制作過程ですね、というのをまずは見ていただこうと思います。それではどうぞ。
はい、どうでしたか。次にですね、最近皆さんも身近になってきてるんではないでしょうか。 ICT 機器、皆さんでいうところのタブレットに当たります。その ICT 機器の分野の中でも弊社が販売しているのがプロジェクターになります。しかもただのプロジェクターじゃなくて電子黒板機能付きプロジェクターになりますので、映像上を電子ペンでタッチすることによってその映像の操作ができちゃうよ、優れものになっております。しかもしかもさらにさらにしかもさらにですね、従来のプロジェクターの約2倍の映像の大きさを映し出すことができるようになります。これがワイドプラスというプロジェクターになります。実はですね、このプロジェクター東北高校にも設置しておりまして、どこに設置しているのかというと聴覚教室の方に設置しております。まあよく使う教室ではないと思うんですけど、何か機会があった時にちょっと気にして見てみてください。はい、ということで次にですねご紹介させていただきたいのがこちらのコクリというソフトウェアになります。このソフトウェアですね、先生方のサポートをするようなソフトウェアになっておりまして、図形であったり初画カメラの役割を担うカメラ機能もついてますし、一番喜ばれるのはガイド線ですね。たくさんのガイド線が入っているので、授業に応じてガイド線を表示してあげることができるようになっております。はい、ということで今回ご紹介させていただいたのは教育関係メインとなってしまったのですが、黒板、電子黒板以外にもですね、大型木構造だったり不燃木材などの分野も手掛けておりまして、年々成長しながら新しい製品を生み出しております。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。では後ほどお会いしましょう。じゃあねー。